足利市今福町にある龍福さんに来ています。チャーハン専門店なんて楽しみすぎる。前をよく通っていて気になってました。おすすめにもあったお店です。チャーハンがすごい。入ってすぐこのチャーハンの種類です。悩んじゃうね。テーブル席発見。その他には怖がり席もあるよ。広くて明るい店内です。卓上はにぎやかめメニューです。どれでも980円。こちらは選べるセットです。こちらも選べるラーメンセット。名前がかっけー。まずは前菜から。380円って決まってる設定が分かりやすいです。一品料理は600円。お酒飲む人はいいね。本格中華が並びます。炒め物の豊富さに驚き。来ました、チャーハン。種類がびっくりするぐらい多いです。さすが専門店を歌ってるだけある。チャーハン好きだし悩むな。どれもとっても美味しそうです。麺類もあります。ラーメン580円もリーズナブルです。一般的なものから変わり種まで。メニュー多すぎて悩む。麺飯セット750円。ドルルン。真っ白なスープです。豚骨ラーメンをチョイスしました。これで小さめなサイズ見えないです。スープはどうかな。見た感じザ豚骨。スープからいただきます。優しめ、あっさりめです。麺も食べてみましょう。おいしい。もちもち系の麺。そしてチャーハンも来たよ。こっちは普通盛りあります。五目は定番だよね。具材はハム、ネギ、卵、チャーシュー。それでは見てみましょう。シトパラ系のチャーハンです。すごいいい匂いがしてます。中はこんな感じ。それではいただきます。うわー、美味しい。味付けがすごい好みです。塩系の味付けに具材の出汁も。スタンダード感があっていいですね。味の濃さもちょうどいい。ラーメンセット860円。ドロロロ。私は相方と違ってラーメンが大きい方です。麺の量が見るからにすごい。スープが透き通りすぎて麺が丸透けです。うまげー。麺を見てみましょう。おいしそう。スープからいただきます。あー、おいしい。あっさりしてます。こんなに澄んでるのに味はしっかり。麺も食べてみよう。あー、合う合う。結構好きな塩。あっさり塩ラーメン好きな方はいいね。このさっぱり感とってもいいです。好みの塩ラーメンです。上にはもやしにメンマです。そしてチャーシュー。バラ肉だね。それでは食べてみましょう。うんうん、いい仕事してますよ。チャーシューも美味しそう。角煮系のチャーシューでした。中はこんな感じです。私はイカチャーハンにしたよ。五目とは見るからに全然違います。このセットは半チャーハンです。
歯に見えないんですけど、スプーンが名前入りでびっくり。それでは見てみましょう。具材は卵、キャベツ、人参、イカ、玉ねぎも入っています。醤油ベースかな。それではいただきます。おいしい。味が全く五目と違います。イカが入ってるからか魚介も感じる。キャベツのシャキシャキな感じもいいです。イカ結構入ってて柔らかいんですよ。これは正解だね。イカに味がついてるみたいで、それがうまい。こんな感じでたくさんイカです。見比べてみよう。全く違いますよね。どっちも魅力的。どっちも最高に美味しかった。ほらうまげ。こっちもこっちでうまげ。素晴らしい。メンハンセットごちそうさまでした。ラーメンセットごちそうさまでした。それでは振り返りです。チャーハンが好みすぎました。ラーメンはさっぱり系好きな方はおすすめ。ここのチャーハン全制覇したい。お持ち帰りもできるのでそれもありだね。リーズナブルで最高でした。本日はごちそうさまでした。